風が止まってじりじりと暑い。お母さんとナナミとは被爆した大喜利と書いてある説明板の前へ回って足を止めた。青霧が3本植わっていた。背は割と高いけれど、普通の青霧と比べたら随分違う。どの木も幹に大やけどの跡があって、見にくい感じになっている。この木、本当に原爆で怪我をしたんですか？原爆でね、ピカッとなった時、人間と同じに大やけどをして、爆風がゴーッと来ると、枝や葉っぱをみんなもがれて、でも木は誰も薬をつけてくれないでしょ。青霧さんじっと辛抱して自分の力で生き返ったんよ。おばちゃん、青霧さんって優しい呼び方だね。ななみが言うと、おばさんは笑ってうなずいて青霧の枝を見上げた。毎年こう8月になりますね。するといろんなこう写真展がある。あの被爆写真、原爆当時の写真とかね、死体がゴロゴロしてる写真がいっぱい展示される。で、私はね、そういうものをね、子供に見せつけるのは好きではないんですよ。だから死体が転がってるような写真がなくてもね、戦争と原爆の本当の無謀さっていうことはね、十分伝えられると。そういう意味で木に注目したわけです。で、今の平和の問題っていうのは、そういう地球環境の問題やね、自然保護の問題と決して別ではないというふうに思うんですね。そういうことから木にこだわって、沖縄の木も広島の木も長崎の木も、描いてみたわけです。で、私たち思春期の入り口で敗戦というのを迎えましたので、その時思ったのはね、大人がだらしなかったからこういうことになったんだと。大人は信用できないっていうことだったんですよね。今は自分たちが大人になった時にね、その責任を果たしているかどうか、それをやっぱり毎年8月には自分たち自身に問いかける月でもあるというふうに思うんですがね。ソ連軍が進駐してきたのは8月22日でしたけれども、ものすごい音を立てて戦車部隊が続々どん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 入ってくるっていう、何か今から戦争が始まるような雰囲気になっていて、それからその明くる日ぐらいからはもうその家屋に侵入してきて、ふっと見たら私たち2階で荷造りをして、逃げるための荷造りをしてた。下の玄関の方に怖い、それで母が逃げよって窓から2人で飛び降りまして、で庭からずっと伝って隣の家も、でもう夢中になって逃げて、特に、日本外地にいた人たちっていうのは、そこから第二の戦争が始まったんです。戦場がこうただ映っただけであって、そこで起こった戦争っていうのは、今度はそのもう日本っていう国の後ろ盾が全くない状況の中での戦争ですからね、これは非常に怖い経験でしたね。戦争をするしたい人が、例えば戦争したい人たち同士が海の上かなんかで、一般の全く傷つけないで戦争するなら、どうぞおやりくださいって言いたいですね。そうでない限り、一人でも戦争したくない人たちを傷つけたりなんかすることは許せないことですし、空襲警報が鳴りますとね、患者さんはもう本当に重度の重症の患者さんはね、もうここでこのままでいいから、私たちが担架で出ましょうって言って、僕が入りましょうって言っても、このままでいいからって言ってくれるんですけど、じゃあ私もここにいますと、患者さん一人置いてね、我々だけ逃げてしまうわけにいかないから、私もいますよって言うと、それじゃあ申し訳ないから出ますって言ってくれてね。で、病院は赤十字法で守られてるから、いろいろそういった治療するあれはねございますのでね、患者さんを見ながらその帰還命令を待ってたわけですけどね、ちょうど1年終戦の次の年の7月に命令が来ましてね、それで帰ってきましたけどね、患者さん
と一緒に帰ってきましたけど、途中で亡くなっちゃった方が、本当この方たち、あと何日かね、生きててくれる、行きは1ヶ月かかりましたけどね、帰りは1週間で帰ってきたんですよね、軍艦で帰ってきたんですけどね、途中で亡くなった方も本当に私も切なかったですね。もうちょっとすればね、内地帰って皆さんに肉親の方に会えるのになと思うとね、だからああいうその日本の国が栄えることを信じてね、亡くなってた方のことを考えると、本当にこの今の平和な時代をね、みんなで私もありがたいなと思って、まあ、冥福を祈りながらね、頑張らなくちゃなって思いますよね。昔はね、大使の提示の前なんですよ、僕の人は。そうですね、あれ夜中、空襲だというので、父は警防団で出てしまっていないし、それで、まあ、そちらの方から焼けてきたらしいんですけど、この道を隔てて向こう側の方がずっと焼けてしまいましてね、まだその時にはうちには水道が入ってなかったんですね。ですから井戸からバケツで水を汲んでたらいに入れまして、それをおじいさんが一生懸命水鉄砲をしてまして、それで焼けないで済んだんです。何しろ庭に焼夷弾がね落ちたもんですから、そこに父と妹が消火に当たってて、そこへ小型爆弾が落ちまして、父は急所をやられまして、妹は足をね貫通して、で父は亡くなりまして、妹は元気で今おりますけどね。でも母屋の裏の方に納屋がございますよね。小屋っていうのは1週間燃え続けてましたよ。ですから近所からもうね、火の気があるとまた爆撃されるから何とかしてくれって言われるんですけど、何しろ消防車は来ないし、1週間燃え続けましたね。もう何しろ戦争っていうのはもう二度と、もうこういう思いはしたくないと思ってますからね。もう戦争の、その戦争っていうもう字を聞いただけでもね、もう嫌ですね。世田谷区平和記念式典を開会いたします。開会に先立ちまして、壇上に平和の火を灯します。この平和の火は被爆地広島市の平和の灯火と長崎市の誓いの火、そして平和への願いを込めた区民や団体の火を合わせて、平成2年8月に世田谷公園に設置いたしました平和の火の像に灯り続けているものでございます。顧みますと、50年前我が国は終戦を迎えたわけでありますが、国の内外において懺悔された多くの方々のことは、私たち日本国民の永遠に忘れることのできない深い悲しみであります。本句といたしましても、戦後50年にあたり慎んで諸霊に対し感謝と追悼の心を捧げるものであります。広島のね、特に小学校中学校でね、原爆の時の木がね大切にされてる。
で卒業生たちにも地域の町の人たちにもね大切にされてる。それを見ましてね、この機会に世田谷にはその平和の木がいっぱいあると、区民によって大切にされてる、大人にも子供にも大切にされてね、あっちにもこっちにも平和の木が育ってると、アンネのバラが世界中に広まって日本でも学校の子供たちがそれを増やしてですね、根分けしてあちこちに配ったりしておりますけれども、そういうふうな区であったら国際化時代の中でね、世田谷っていうのはいいところだなと世界の人に思ってもらえるような時が来るんじゃないかと。平和都市宣言、我々の住む地球上から核兵器をなくし戦争のない平和な社会を実現していくことは全ての人々の願いである。世田谷区は平和を愛する区民の願いに応え、核兵器の廃絶と世界に平和の輪を広げていくことを誓い、ここに平和都市であることを宣言する。 Thank you.